どれにしようかな。材料は足りてるかな。どれを使う。君にどれにしようかな。一丁やりますか。できた。よし。うん。すごい。よし。これで完成だよ。なんか想像と。せっかくだから海の家っぽくしようかなって。まあ。みんなの意見を取り入れてったら自然とこうなったのは。やったー、完成だー。楽しかったね。なんか林間学校のキャンプ設営見た。ごめんね、心トープにあったような秘密。ううん、これで十分。結局あの時は壊されちゃったから、もしあの時秘密基地がいじめ、できましたね、私たちの秘密基地。うん、ここに隠れればもういじめられないね。ずっとここにいよ。ダメですよ、心。秘密基地はいつか出ていくためにあるんです。うん、そうだね。それでこそ志保ちゃんなので、出よっか、一緒に。はい。志保って、見て、スマホに。な、何これ、勝手に。もう意味わかんないんだけど。志保ちゃんだよね。あの、私うつぼ心だよ。ウツボさん、ごめんなさい、私何も覚えてなくて。自分が春日志保であるというか、記憶がない。
私たちと同じってこと？あなたたちは一体？それにここは？待って待って、私たちも混乱してるの。一旦落ち着いて話せる場所に。そうだね、心トープリフナビ、いろいろあってモンスターと戦って記憶を取り戻した。そう、ついこないだね。確かなことは言えませんが、なんだか普通ではない気がします。そうだと思う。私たちもウツボさんと星崎さん以外記憶がないけど、この世界が私たちの住んでた世界ではないってことはなんとなく分かってきたところ。私思ったんですけど、私たちは閉じ込められてる。言われてみればそうなのかな。そういう風に考えたことなかったな。私ちょっと学校を見て回りたいです。うん、ここから出ていく手段が見つかってない以上、いろいろ知っておいた方がいいだろうしね。ココロ、案内してあげたら？ごめん、アオちゃん。お願いしてもいいかな？そっか、わかった。うん、お願い。ウツボさん、ごめんね、悪気はないんだ。あ、私は全然。ただウツボさんが。今はそっとしておいてあげた方がいいかもね。きっと整理がついてないだろうから。そうですね。それじゃあ行こっか。はい、よろしくお願いします。星崎さん。はいよ。ありがとう。そうだな。おお。ナナです。そうね。青。
ちょ、
か？うん。言ってたリフナビですね。うん、聞きたいことがあったら聞けば答えてくれるかも。こんなところかな。ありがとうございます、星崎さん。そのこれからまだ私何にも思い出せなくて。もちろん私にできることだったら、ただできれば心に聞いてあげてほしいかな。うつぼさんに。私たちの中で一番志保さんのことを知っていて。そうなんですね。何かしなくちゃって思うんで、でも記憶をなくしてこの世界に来てしまった生き方すらどこかに置いて。そっか、私もさ、この世界に来たとき志保さんと違って記憶はあったけど。どうやって乗り越えたんです？正直今も不安だよ。でもね、あの3人とならやっていけると思ったんだ。一緒に探そう。私はさ、
他のみんなほど頼りにならないかもしれない。そんなことないですよ。一人じゃないんだって思いました。そっか、じゃあさ、早速探してみる。さっきいろいろ回ってみてさ、できました。はい、どれにしようかな。今日はこれの気分。どれにしようかな。よし、できました。どれにしようかな。どれにしようかな。材料は足りてるかな。任せといて。はいはい、頑張り、任しとき。どれかどれかどれ、よし。できました。コーヒーか。私も最初は頭の、ね、うん、じゃ、はい。しほちゃんは、あ、ごめんなさい。こっちこそごめんなさい。気持ちが整理でき、大好きだったしほちゃんが、なんだか私も。うつぼさん、それにもしかしたら私がしほちゃんを、私を呼び、本当のところはわからないのです。でもその気持ちが、私もしかしてこの世界には誰も私のことなんて、そうやって不安を、あなたがいてくれた、あなたが私のことだから、ありがとう、うつぼさん。私のことを、しほちゃん、それでそのお礼代わりになればと思って。コーヒー飲んでみてくれ。甘いのが好きか苦いのが好きかわからなかったのですが、それじゃ甘いので。私もなぜかはよくわからないんですが、どうすれば美味しくできるのか本能で理解して、まるで昔やったことがあるみたいに。わあ、この音、心、きっと、何？
トラトープ、これってココロの時は秘密基地を、きっと志保さんのきっかけはコーヒーだった。あそこに行け、うん、見に行こう。この火事のことかな。なんでこんなと、元からあったよね。この世界に元からある仕組みってよくわかん。私のどうしたの。ウツボさんは、え、私怖いんです。そこを歩き、それに皆さん、確かにちょっと怖さはあったのです。でもそれと、アオちゃんが、え、帰りたいって思えるということは、帰る先に、それはつまり別な思い出が、それがだから、記憶を取り戻して、本当のウツボ心は、心、そんな風に思ってたんだ。ねえ、しほちゃん、一緒に、きっとあるのです。ここで一緒に思い、ウツボさん、わかりました。うん、よし、それじゃあ準備ができたら。ところで、あなたたち一体何があったの。突然す、みんなで、それだけ。はい、私もそう思います。もしかしたら、その